キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらの学研大人の科学マガジン、ボリューム30、テオ・ヤンセンのミニビーストを、組み立てましたので、早速動かしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。テオヤンセンって、っていうのは、オランダのアーティストで、風で動く生命体を作ったことで有名な、アーティストです。全体の姿ですが、このようになっております。真上から見ますと、このようになっています。それでは早速動かしてみたいと思います。中の歯車が外れやすいので注意してください。では、いきます。風でも動きますが、付録の方でモーターとかを使ったりして動かしています。もっとシンプルな方法といたしましては、位置エネルギーを利用すればいいということです。要は坂にすればいいということです。おお。非常に面白いです。以上です。Thank you.